はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員楠田良治でございます。京都にお住まいの女性様、野球親父様、岩田様、楠沢さんサポーターズ、日本改革党応援団様、ご支援ありがとうございました。お手紙もいただきました。誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金の方にさせていただきたいと思います。今年の漢字は金っていうことだったらしいんですけど、まあ五輪の金メダルあたりから来たんでしょうね。楠沢個人的な今年の漢字は戦う、あるいは闘。6月に都議選で党代表として戦いました。議会で共産党と死闘を繰り広げました。大声出したり罵倒したり、ブチ切れたり、今は肺がんと戦っております。抗がん剤なんですけれども、投与から3週間ぐらいで髪の毛が抜けていくって聞いてたんですけれども、4週間経って、まだ抜ける気配がありません。このまま行くのか、抜けてしまうのか、当たらぬも八卦、当たるも八卦という感じなんですけれども、来年6月参院選私履行しますんで、まあしばらく戦いですね。がんが治って癒しとかになるととってもいいんですけれども、武蔵野市外国人住民投票条例改悪案、総務委員会を可決で通過しました。内外に関心が高くてですね、委員会なのに50人も傍聴に来たそうで、豊島区のあの委員会ではせいぜい 2,3 人ですね、ゼロって時もあります。まあ委員会なんてそんなもんですね。何にもなければね。葛飾区の鈴木信之さんが傍聴行ったらしくて、10時から夜8時まで10時間かかりましたなんてツイートしてらっしゃいましたけれども、松下玲子市長、まあ総務委員会でのやり取りだそうであります。外国人も町の一員であり、住民投票に参画する資格がある。外国人なのに日本人じゃないのに政治に関わらせていいのかな。カワトっていうものかな、コートかな、直屋行政経営担当部長、まあこれ理事ですね。武蔵野市の職員の部長であります。まあ公務員ですね。内部で検討したが違憲ではない。何？一公務員がそんなこと言っちゃっていいのか。議員、特定の目的を達成するために数万人を転居させて行政が牛耳られる恐れは、河野、部長、特定の集団で行政が牛耳られることは起こり得ない。何を根拠に。ネットの反応です。根拠ゼロで草。まあこの河野、河と河、河わかんねえ、川となんて読むんでしょうね。変な名前ですね。言ってることも変だけど、違憲でないと牛耳られないの根拠は、人口15万の市なんてその気になりゃ簡単に過半数抑えられるな。完全に独裁者の発言じゃねえか。憲法学者ですら違憲の可能性について言及してるのに、なんで市の職員が違憲判断してんだ。国民主権の立派な侵害なんだけど、絶対こんなとこ住みたくねえ。日本人の権利をどんどん持ってかれるぞ。来日3ヶ月の外人が権利を得るなんて異常すぎる。日本の習慣や義務教育を受けてきた日本人の未成年にもない権利なのに。これ一例ありますね。日本人の18歳以下は投票できないんだよ。日本人でありながら、日本の習慣や教育を受けておきながら、それすらないのに、なんで3ヶ月で話ですね。賛成が、立憲2名、共産1名、無所属1名、反対が自民2名、公明1、3対4で総務委員会、可決で通過しちゃったそうであります。公明党はですね、山口那津男代表が、外国人参政権容認、まあ推進に近いんですけど、少なくとも地方はっつってっから、国政もいいよみたいなこと言ってっから、推進に近い容認なんで、てっきりこれに賛成すかと思いましたが、見込み違いで公明党は反対したそうであります。申し訳ありません。地方議会の仕組みなんですけど、陳情や議案をあらかじめ委員会で、まず採決します。委員会の決定で異議がない場合は、本議会でですね、委員会の通りでご異議ございませんか、議長が言って、異議なしの言葉で決定しちゃいます。まあ、時短ですね。省略。豊島区は大抵共産党だけが反対で、一時採決することが
多いんですけど、国交省で決めたですね、羽田航路とかにも反対してたな。そんなのはあの国交省に言えよみたいなことも反対してましたんでね。たまーに反対しないのはですね、都や国で決まった職員給与を 0.5% 下げますとか、そんな感じのは反対しませんね。さすがに共産党も。委員会の決定は会派の数を反映するんで、大抵その通りになってしまいます。総務委員会で2人のあの自民党議員がですね、まあ賛成。我が会派としては賛成って、まず言うんですけど、そうするとあの自民党さん全員、賛成なんだ、みたいな、反対なんだ。我が会派としては、ということで、大体その議席の数を反映するんですよね、委員会の決定も。覆るのは稀だが、まあ、抗議の激しさによっては覆ります。市長や区長が何か出す場合は、議員に賛否を確認してから出しますね。まあ、全く見込みがないものは出しません。出して否決されると、あがっぱじですもんね。ちょっと変換ミスありましたけど。出した時点で、過半数の見込みあったんでしょうね、これね。松下玲子市長、出す前にみんなに聞いてもらって、賛成反対つって賛成が多かったから、これはいけると思って出した。でしょうね。なんせ、出しといてダメってやれると、あがっぱじもいいとこなんでね。なんで普通は出したものは可決するけど、今回は大騒ぎになってますから、どうなっかわかんないですね。無所属の6人がビビッといいんですけどね。26人、が全員で、まあ、12対12で、議長が1人みたいな。13が過半数ですか。もしこれが否決されれば、市長、大赤恥、生き恥、生き地獄、侮蔑され、舐められ、軽く見られて、しばらく何もできないんですけどね。さらに全国の議会でも似たようなの出しにくくなりますね。憲法違反でって騒がれて、却下されたんだよ、なんて言うと、出さねえとか。今危ねえのが柏市であります。千葉県柏市。太田博美だかなんだかっていう元民主党の国会議員ですか。ガソリン値下げたいね。そうでしたっけ？うふふふふってやったあの女が柏市長に着火になってんだって。あの野郎がこういうの出すかもしんねえなんてちょっと疑っておりますけど、本会議は21日だそうで、まあ結果要監視ですね。市長、外国人も町の一員であり、それと権利は無関係ですよね。また大声で自信たっぷりにハキハキと答弁したんでしょうか。基本的人権の中に参政権は入ってませんからね。一郎なんかアメリカ政府に何億円税金納めてるか知んないですけど、参政権を求めたことも、投票権あげましょうかって言われたことも全くないですから、基本的人権に含まれてる、ただのその場所で生きてる、住んでるって、だけで、参政権はついてこないですよね。これ、まっとうな、純潔の日本人の未成年にも認められてないのにね。まあ、これは個人的に私異議ありますけど、赤ちゃんでも少年でも一人一票は変わんねえんだから親が代行しろっていう私の意見ですけどね、個人的な。この川と直哉って部長、一体何者なんでしょうね。違憲でないとか牛耳られないとか何の根拠もなしにこんなにきっぱり言って、こいつも自信たっぷりにハキハキ言ったのかな。武蔵野市は職員が一番あれなのかもしれないですね。ダメなのかもしれないですね、ひょっとして。共産党へたれる。シーカズを政権交代が実現すれば、日米安保条約の廃棄といった、破棄といった、考えを一旦脇に置いても、協力することを立憲党に丁寧に伝えていくことが必要だ。ちょっとわかりにくいんですけど、まあ、普段の主義主張を引っ込めても、権力のかけらが欲しいですと。まあ、こう言ってますね。まあ、立憲に政権交代、まずこれがありえないんですけどね。もしそんなことになったらば、普段言ってることは一旦わぎ置いて、政権に協力します。つまり権力をください。英雄のこと言っております。ネットの反応です。ならもう共産主義の看板を下ろせよ。死んでも離さないという強い意志を感じる。共産党が立憲を離さないっていうことですね、これね。捨てないでって足元にすがりついてる感じかな。逃がさん、お前だけは。党としての教授はどこやら。偉そうにしてても
ただの政治屋だったというオチ。共産主義を信じて投票してくれた人たちはどうすんの。脇に置くんじゃなくて取り下げなきゃ意味ない。じゃあ安心だねってなるわけねえだろ、というような意見がありました。教義を一旦脇に置くって宗教で一番やっちゃいけないやつ。これね、共産党は宗教化してるって言われて久しいですけど、信仰を捨てずに殉教するっていうのが理想的な教祖ですよね。天草四郎とかさ、まあそんな感じですよ。熱心な信者への裏切りですよこれ。目先の利益に目がくらんで教義を捨てるってね。共産党の信者は分かりすぎててですね、教団の生き残りのために仕方ないみたいな、幹部みたいな、ちょっと大人な考えになってんだろうかね。ぬるい信仰の信者はだいぶ淘汰されて、幹部の考え方に同調する信者がもうほとんどだとか、つまりプロ信者。教義を一旦下げてても権力が欲しい。よっぽどね、存続危機なようで、こんな記事もありました。筆坂秀夫さん、元共産党の参議院議員であります。共産党の現状、今回の衆院選は前回より党員マイナス 7.8%、 日刊紙 11.4% で戦った。まあ減ってますね、順調に。でも4年やからな、4年で 7.8% しか減ってねえのか、ちょっとがっかりなんですけどね。支部アンケートで自力不足、世代間継承問題が切実と報告されていた。これ世代間継承問題って、とにかく若者が勧誘できない、革命政党に若者が入ってこないというのは致命的な弱点だ。高齢者集団の革命政党などほぼジョークの世界だっつってますね。まあどこの世界ででもですね、高齢者はだいたい体制側に入ってもんね、体制側にいて、その甘い汁吸ってるっていうのがだいたいのどこの世界の高齢者ですからね。高齢者ばっかで世の中間違ってるとか社会が悪いとか言ってるのはまあジョークだっつってるわけなんですけど、ネットの反応です。おじいちゃんが駅前でチラシ配ってた。うちの方はサビでボロボロの軽の選挙カーを高齢者が運転してるわ。ネットでアベアベ泣いてるのが高齢者なんだと思うと切ないわ。若者は左翼思想だなんて何十年も前の話だし、50歳以下は令和に流れてるでしょ。若い人がいないってことは息子や娘や孫にもそっぽ向かれてるってことなんだよな。しみじみ若者代表シールズはどこ行っちゃったの。若者代表シールズはですね、あまりにバカすぎて数も少なくて大失敗だって思ったらしく、引っ込めてもう存在を抹消しにかかってますね、共産党さんね。共産党は時間の問題としてですね、第二共産党といえる令和が心配であります。私、山本太郎の個人的な人気で支えられてる党なんで、まあまあ深み厚さはないんでどうなのかなって思いますけれども、子や孫にもそっぽ、これはきついっすね。こういう書き込みありましたよ。うちのばあさん日教祖の元教員で、引退してからは生き生き活動家になっちゃって、うちのばあさんは救助を守れにも反原発にも基地反対でも何にでも行く、体制に逆らう私かっこいいに酔っている、何でも反対した時に便利な言葉が連帯っていう書き込みありました。まあ反原発と救助を守るや全く関係ないんですけどね、体制に逆らうっていうのだけ共通してますけど。でね、なんで反原発の人が救助を守れに行くのって言われた時に便利な言葉が連帯っていうらしいであります。連帯って言えば何でもいいんだって。まあ一つ覚えでしょうね。駅前凱旋は生存確認作業ということで、消滅は確定的でもですね、害悪垂れ流しは変わらないんで、今後とも私は共産党に容赦はいたしません。豊島区議会でもボン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 戦うつもりであります。左翼に対して理論武装、自然権についてです。ちょっとこっからは教養講座にさせていただきますけれども、生存権って言い換えた方が分かりやすいんですけどね、自然権っていうよりもね。
ジョン・ロックがですね、何人にも脅かされないって定義したのは大きく4つであります。生命、健康、自由行動、財産。これは4つとも生存に大きく関わりがある権利なんですよ。まあ、そのものズバリ生命ね。これは王権とか独裁者の王様がこれらを侵害していったことにへの抵抗、これが米国独立戦争に大きく影響、つまりですね、王様が勝手にですね、まあ領民のですね、生命を奪っていた命に関わる、健康を奪っていた命に関わる、自由行動を奪っていた、まあこれはどういうことかって言いますと、まあ津波なんか来た時にでもですね、逃げろっつって、いや王様がですね、逃げる自由を制限して、いや逃げんな、言ったらですね、命に関わりますよね。財産もそうであります。財産は適当に王様が取り上げてたら、命に関わりますよね。食うもん買えねえや、餓死だ、なんつってね。まあこれが、この8つが、生命そのもの、健康もダメですよね。健康王様が害してたら、命に関わりますよね。まあ自衛隊というか、自衛権は自然権、生存権のうちに入ります。まあ防衛、自衛権ですからね。命を守る権利ですから。なので憲法より条約よりも上にあります。自衛隊と防衛は憲法より上の自然権、あるいは生存権だ。こう左翼に、言いましょうね。沖縄の平和活動は防衛妨害なんで、日本人の生存権を脅かす侵略者なんで、断じて許せませんね。まあこんなこと言ってもですね、駅前左翼なんかは、一旦フリーズしてしばらく動きが止まるだけで、しばらくストライは再起動して、同じこと言い出すんで、全く無駄なんですけどね。これ信仰による思考停止か、ロボット化って言うんでしょうか。そういえばですね、お経とかあるじゃないですか。何でもね、同じ言葉を1000回ぐらい唱えると、同じ言葉を1000回ぐらい唱えると、お経でも何でもトランス状態に入ってくるのは変わりないそうです。例えば、ペプシとかですね、コカ・コーラ、マクドナルド、1000回唱えると、だんだんトランス状態に入ってくるのはですね、お経を唱えているお坊さんであるとか、マントラを唱えている、宗教者なんか共通で、言葉選ばないそうです。その言葉が偉いんじゃなくて、1000回言ってると誰でも自然と、トランス状態に、防我の極地っていうんですか、窮地っていうんですか、まあだから、窮状守れも、自衛隊は違憲だもう1000回言ってトランス状態に入ってんのかな、ちょっといぶがっちゃいますけどもね。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。